皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。この動画は今週1週間あったカメラにまつわる新製品情報やトピックスの中から気になったものについて好き勝手に喋っている動画です。改めましてこんばんは。460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。今週気になった新製品情報とトピックスはご覧の通りとなっています。それでは新製品情報から見ていきましょう。新製品情報、最初はキヤノンです。キヤノンの方からちょっと気になる特許申請が2件ありましたので、そちらの方を紹介したいと思います。まず1つ目なんですけど、1倍から 1.5倍、2倍の倍率可変式テレコンバーターの特許の申請がありました。それがね、こんな感じとなっていて、レバーによって倍率の方を変更できるという風になっています。なかなかね、これを今までありそうでなかったですよね。外からね、倍率の方を変更できるので、これはね、非常に便利なんじゃないでしょうか。特にね、野鳥撮影なんかやっている人にはすごく魅力的なものだと思います。しかもですね、テレコンバーターにありがちなボディから前側のねレンズが飛び出ているということもないみたいなので、例えばこういうね RF100-500 のような後ろ玉がマウントギリギリにね設計されたレンズなんかでも使うことができるので、これはね、すごい非常に魅力的な商品だと思います。ただね、特許申請を出しただけなので、実際にね発売されるかどうかっていうのは分かんないです。特にね、キヤノンの場合、結構過去のねちょっと失敗例とかもあるせいなのか、特許申請をねものすごく積極的にやっている会社なので、実際ねこれは発売されるかどうかっていうのは分かんないです。この辺のね詳しい情報に関して言うと、もしかしたら来年のね CP プラスあたりでちょっと発表とかがあるかもしれないので、今後はねちょっと期待したいところですね。もう一つの特許申請というものが、この裏面照射型のデュアルピクセル AF センサーの特許申請です。裏面照射型 CMOS センサーというとね、ソニーというイメージがあるのですが、ついにキヤノンの方からも裏面照射型のデュアルピクセル AF センサーの特許申請がありました。このセンサーによってキヤノンの方でもセンサーのダイナミックレンジと感度をさらに向上させることができると思われます。キヤノンのデュアルピクセル CMOS というとね、ソニーの裏面照射型 CMOS に比べると高感度のねノイズ耐性っていうのがちょっとね劣っていたので、これが出ることによってその辺のねアドバンテージを解消できるのではないかと思われます。この裏面照射型センサーについてなんですが、まあ自分もねあんまり詳しく説明はできないんですが、このねイラストのあるように、従来型のイメージセンサーというのはレンズの方から入ってくる光を基板を通した後にフォトセンサーの方にね受けるんですけど、裏面照射型 CMOS センサーというのはレンズの入ってきた光をフォトダイオードが受け止めて、その後に基板が来るという形になっているので、高感度低ノイズを実現することができるようになっています。この辺のね技術っていうのがすごく難しいらしくって、なかなかねキヤノンの場合もできなかったみたいなんですけど、ついにキヤノンの方も実用化されるようです。これはねまだどれに採用されるかっていうのはねまだわかんないんですけど、この裏面照射型センサーというのは画素数が増えれば増えるほど有利になるので、今噂になっている EOS R5 の高画素機、まあね9000万画素なんて言われてますが、そちらの方から採用されていくというふうな噂が出ています。このね裏面照射型のリアルピクセル AF センサーがね出てくれば、キヤノン信者としては非常に嬉しいですしね、楽しみとなっています。あとね、キヤノンの CMOS センサーの噂としては、どうもね他メーカーにも供給されるのではないかという噂が出てきています。映像事業というのは縮小傾向にあるので、キヤノンとしてもね利益を上げていくためには他メーカーに供給するということも考えられると思います。個人的にはね AF にちょっと難のあるペンタックスあたりがね、キヤノンのリアルピクセル AF センサーを採用してくれると非常に嬉しいんですけど、ちょっとねこの辺はまだまだ未知数なんでね、今後こういう情報が出てくればまたお伝えしたいと思います。続いてはソニーです。来年発表が噂になっている新製品 α9-3 やα7-4 などのスペック情報がいろいろと出てきましたので、そちらの方を見ていきたいと思います。 α9-3 の方なんですけど、イメージセンサーの方が5000万画素、動画機能の方がオーバーヒートなしの 8K30p、 内部記録の画質には制限があるようです。その他のスペックとしては、価格の方なんですけど$4,999程度が予想されています。発売時期の方なんですけど、α7S3 と似ているようです。2021年第一四半期、
おそらく1月11日のアメリカで行われる CES で発表されるのではないかと言われています。それから α7-4 の方なんですけど、イメージセンサーの方が3000から3200万画素、動画機能に関しては間違いなく 4K60p は搭載されるみたいです。あと EVF の方なんですけど、369万ドットで576万ドットではないようです。液晶モニターも旧品の可能性が高いようです。その他のスペックとしては新しいメニューシステムを搭載していて、画質や AF なんかも大幅に向上しているようです。価格の方なんですけど、2499ドル程度。発売時期に関しては早ければ第2四半期、第3四半期の可能性も高いとなっています。まあね、売れに売れている α7-3 の後継機がね、いよいよ来年発表されると言われているのですが、まあ正常進化と言えるでしょうね。ついに 4K60p も搭載されるみたいですし、あとユーザーインターフェースも α7S3 とね、同等のようになるみたいですし、その他にもね、画質や AF なんかも大幅に向上しているようです。これね、もし発売されればね、また売れるんじゃないですかね。あとソニーのことですから、 α7-3 もね併売されるでしょうから、値段の下がった α7-3 もね相変わらず売れ続けるかもしれません。その他にもね、コンデジなんかも来年は新しいものが発表されるという噂が出ています。こちらもね、詳しいスペックとかが分かってくればまたねお伝えしたいと思います。新製品情報、最後は富士フィルムです。新型 GFX の名称は GFX100S になるようです。名称の方なんですけど、 GFX100S であって GFX100R ではないようです。イメージセンサーに関して言うと、1020万画素のモノクロではないカラーのセンサーを採用されるようです。 IBIS を搭載して GFX50S と同等の大きさになるようです。つまり IBIS がね、かなり小型化されるということですね。これはね、 GFX というとボディサイズがかなりね大型だったので、コンパクト化されるというのは非常に、ね、嬉しいのではないでしょうか。このね、新型 GFX は2021年の第一四半期に発表されるのではないかと言われています。ということはですね、来年の CPU プラスあたりで何らかの情報というのが発表されると思われます。これもね、結構ね楽しみなものであります。なかなかね、誰でも簡単に手を出せる品物ではないんですが、中盤サイズのイメージセンサーというのはね、非常に魅力的なので、風景写真とか、あと成形写真なんかもね、撮られる方にとってはちょっと気になるカメラになってくるのではないでしょうか。新製品情報については、今週気になったトピックスです。先ほどから何度か言っている CP プラス2021の方なんですが、残念ながらオンラインのみの開催となるようです。一般社団法人カメラ映像機器工業会 CPIA は CP プラス2021についてパシフィコ横浜展示ホールでの開催を中止し、 CP プラス2021オンライン単独開催とすることを決定しました。まあこれはね、新型コロナウイルス第3波が猛威を振るってますからね、仕方がないのかなと思います。もうすでにね、メーカーの方なんかは新製品の発表なんかオンラインでもうやるようになっちゃってますので、 CP プラスのね存在意義っていうのが危ぶまれますよね。やっぱりね、 CP プラスのメリットっていうのは、普段触ることのできない超望遠ズームとか新しい新製品なんかをね、実際に触ったりとか、メーカーの人から直接話を聞けるっていうところがね、いいところなので、そういうのがねできなくなるっていうのはちょっと残念ですね。今週気になったトピックスのもう一つがこちらとなります。 AKM の工場火災の影響がカメラの製造にも影響している。日本のハイエンド IC 部品製造工場 AKM 旭化成エレクトロニクスの3日間の壊滅的な火災の後に、キャノン、ニコン、ソニーは部品不足に直面する可能性がある。 AKM で10月20日に発生した3日間に及ぶ壊滅的な火災は、カメラメーカー数社への供給に深刻な影響を与えていると報じられている。デジタルカメラを含むオーディオや家電業界全般への影響はまだ簡潔には解明されていない。インサイドイメージングによると、キャノン、ニコン、ソニーはすでに工場火災の影響により在庫が不足するために、ブラックフライデーのプロモーションへのサポートを取りやめているということだということです。これね、一般紙とかではあまり報じられていなかったのですが、結構ね業界内ではもう有名な話になっているみたいで、カメラ以外にもね
今だと ETC なんかがね、もう全然手に入らないというふうに言われています。しかもね、これ復旧の目処というのが立っていなくて、来年の中頃までね、ちょっとどうなるかわからないというふうに言われているので、ただでさえキヤノンなんかね、 EOS R5、EOS R6 の供給がねもたもたしているので、その辺がさらに影響を及ぼしてくるのかもしれません。その他にもね、ニコンやソニーといったところも部品不足の影響をね受けるようなので、これはねちょっと市場規模が縮小しているカメラ業界にとってはとてもね残念なニュースかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。今週もね、いろいろと面白いニュースがありました。ついにね、キヤノンの方も、裏面照射型のね、ついにキヤノンの方も、裏面照射型のリアルピクセル AF CMOS をね、いよいよ特許も出してきたので、来年あたりから製造に入っていくと思われます。その他にもね、ソニーなんかも来年も α9-3 や α7-4 をね、出してくるみたいなんですが、残念ながらね、旭化成エレクトロニクスの火災の影響はね、どこまで長引くのかわからない状況ですので、この辺のね、新製品の発売というのもだいぶ遅くなるのかもしれないです。あとは、やっぱり CP プラスがね、オンラインのみになってしまったというのが非常に残念なのではないでしょうか。結構ね、毎年楽しみにしている方もおられますし、新しい新製品を触ってみたいと思われた方も多数おられると思うので、非常にね、残念なのですが、こればっかりはね、仕方がないですよね。そういうこともあるのでね、メーカーさんの方としては、オンラインの方でね、頑張って魅力的なね、新製品とかをバンとね、発表していただけると嬉しいなと思います。というわけで、今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かったと思われる方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは来週この時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長の IXE460 でした。おやすみなさい。